いただきましょう。今日は河野和樹選手、そして赤井関田選手です。どうぞ。ようこそお越しいただきました。ではステージ中央にお願いいたします。それではまずは自己紹介をお願いいたします。登録番号5004番の大阪支部の河野和樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。502赤井関田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、私ちょっとトークショーのシーンをね YouTube で見させていただいたんですけれども、スーツの時だったんですよ。そう、今日私服じゃないですか。おしゃれですね。赤井選手、はい、髪の毛染めてるじゃないですか。大きい声で言われてる。ダメ、秘密なの。秘密。え、染めたら怒られます。そんなことないでしょ。いや、そんなことはないです。もうやっぱ個人のあれなんで、はい、もう全然怒られないです。あ、そこは自由なんですか。そうです、一応。そうなんですね。ちょっとマイクを、はい、ごめんなさい、すいません。前歌ったらしいですね。ちょっと歌わせてもらいました。今日はちょっと無茶振りせんときますね。ありがとうございます。ありがとうございます。赤井選手はなんかクラシックバレー経験者ということで、そうやってました。なんか足上げようとさせられたらしいですね。したけどちょっともうスーツ破けそうやったんで、はい、やめとこう。すいません、もう MC 無茶振りで。楽しかった。じゃあね、今日も楽しくお話ししていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、今日もですね、カードを使いまして、ちょっとカードトークショーで進めていきたいと思います。3つカードトークのテーマがありまして、1枚ずつでは引いていただきたいと思います。河野選手をお願いいたします。真ん中からいきました。はい、ボートレースの魅力。はい、ボートレースの魅力。まあ、ボートレースの魅力は、はい、自分はスタートしてから1マークは もちろんなんですけど、1マークから2マーク行くまでのその競り合いの攻防がボートレースの一番の魅力やと自分は思います。そこで着順とかいろいろも変わったりするんで、はいはい、そこが自分は魅力かなって思います。なるほど。ファンの皆さんもやっぱりこう1マークのこう一発っていうか、ここに目が1行きがちだけど、実際その道中ですか、バックストレッチのこの抜きつ抜かれつの攻防ということですよね。あれも1マーク抜けてた後、どこ走ろうか、相手の位置によってどこ走ろうか考えてるんですよね。はい、なんかその専門用語でライン取りというんですけども、難しいんですよね、そのライン取りって。めちゃめちゃ難しいです。例えばここにおるからここ走ったらなんかとかですか。逆に初め打ち折って外を出るけど、それやったことによって打ちの手に弾かれて着地落とすとかも結構あったりするんで、難しいですね。どうやってそのライン取りって学ぶんですか。やっぱもうレースしていって、もう自然に覚えていくしかないっていう感じですかね。やっぱもうレース走らな分からんことなんで、そこはもう覚えていってみたいな感じです。なるほどなるほど。赤井選手もライン取りって難しいですか。全く分かんないんで、意味分からんとこ走りまくって何してねって感じになってるんですけど、レースいっぱい見て走って覚えていいかなと思います。だってお客さんから見たら上から見てるわけですよ。ここでね、こういう全体を見てるわけじゃないですか。レーサーの人ってこうですもんね。そうですね、他の、はい、船が今どこ、自分がどこ走ってるかってなかなか難しいですよね。めちゃめちゃ難しいね。だからリプレイを見て結構なんかどこ走っとんねんって突っ込まれてるシーンもありますもんね、先輩でね。後で言われるんで、ね、結構ピットでよく耳にするねんけど、どこ走ってんねんお前ってめっちゃ叱られてるんですよ、はい、そういうことだったんですね。そうですね、はい、なるほどね。でもそれはレーサーになってこそ感じる魅力ですよね。そうですね。ねえ、ちょっとわからなかったなって部分もあったんで、なる前は何しとんねんみたいなめっちゃ思っとったんですけど、はい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 、なったらやっぱやっぱそうなんやと思って難しいなって。なるほどね。ファンの人もこう何しとんねんっていうヤジがあるけど、はい、でも難しいと、難しいです、難しさを伝えたいと。そうそう、ファンの人も伝えたいです。赤井選手
チはどうですか、こうボートレース魅力って。魅力は私初めて見に行った時に住の絵なんで、はい、すごい水面近くてかっこよかったんで、うん、初めて来てかけ方とかわからなくても、うん、見に来たらかっこいいなって思えるから、それで興味持って見たら、そのバックストレッチの方法が面白かったりとかもわかるってくるかもしれない。ああなるほど、かっこいいとこがいいなと思って。そうですよね、実際こう映像で見るよりもエンジン音も大きいですしね、はい、もう初めて見たとき率直にどんな一言で表せれますか、その感動っていうのは。これ乗りたいと乗りたい、乗りたいと思ったんで選手を目指しました。あ、そうなんですか。コーン選手はどう思いました、初めて見たとき。初め見たときは、これこんなスポーツ見たことないなみたいな、こっちの方がすごかったやつで、でもうわかっこいいなみたいな、乗ってる上低姿勢とか、でまあそれになるかなみたいな、ちょっと思ってました。実際その感動があってボートレーサーになりました。初めて乗った時のその気持ち、何か違いました？だいぶ違かったです。なんかめっちゃ速いし、めっちゃパンパンなるやんみたいなこれはやばいよね。あ、見てたらなんかスーって走ってるように見えるけど、実際はもうこんな、そうっす、でこぼみ走ってるみたいな、ね、感じらしいですね。やばいっす、やばい、やばいっす。赤井選手はどう思いました、初めて乗って。私も速いし、フェアボードとかと違ってもっとスピードとか見てるし、全然もう思い通りに動かへんからこんなはずじゃなかったこんなはずじゃない本当素直な感想ですね。レースしててもこんなはずじゃなかったやっぱりこうイメージと実際のこの感触は違うということですね。はい、はい、でも魅力がたくさん伝わりました、ありがとうございます。厳しい現実的な顔をしましたね今ね。じゃあ置いていただいて、次はじゃあ赤井選手引いてもらいましょう。はい、何ですか、レース場の見どころです。おお、見どころどうですか赤井選手。見どころ住之江、住之江は本当さっき言うみたいに、はい、水面がすごい近いんで外走ってる人を間近で見れる、あ、迫力あるなと思うのと、そうですね、あと2階の売店のホルモンが美味しいと。え、あ、そうなんですかと思います。1階も美味しいけど、はい、でもその2階の味付けが好みですね。好みなんですね、どうですか、あの河野選手は。まあ自分もやっぱもう住之江特別近いんで、うん、水面とそのあの客席のあれが近いんで、やっぱターンマーク付近のあの旋回の感じとかはやっぱ住之江はいいかなってやっぱ思います。あ、やっぱり河野選手の皆さんはよくおっしゃいますけど、水面とこの観客席近い、近いですね。これも本当住之江の大きな見どころですよね。そうですね。こんな近いレース場とかあります？自分行ったとこやったらまだないですね。やっぱ住之江が一番近いです。ですよね、私もそうですね。だって消火装置がまず観客席の間にありますもんね。そうです、見えるんで、もうすぐ手届いたら届くんちゃうかみたいな。そうですよね、近いんで。おー、そこが見どころだと。そうです、まあ、6コース走ってたらどうですか、見えます、お客さんの顔。見えますね。見えます、赤井選手も結構見えます。ちらっと見えますね、じゃあちらっと見たらあかんかなと気になるな。あ、なるほど、そこがやっぱ魅力的と。そうですね、はい、いうことでありがとうございます。さあでは最後いきましょうか。はい、でははい、友達との思い出ボレ友企画ですから、はい、何かあります？そうですね、まあ、自分が選手になるってなった時に、まあ、友達と来たっていうのがやっぱ思い出かな。その時ぐらいに初めてボートレース見たから、なんか、うん、まあ、なんか、なんていうの、その友達との思い難しいな、なんかあ、友達と一緒に来たんですか。あ、そうです、来て、で、まあ、一緒に見てみたいな、まあ、どっちもお互い知らへんけど、はい、まあ、見てちょっと覚えていって、わあ結構やっぱすごいなみたいな、あ、っていう思い出。やっぱ友達と来ると、私友達と来られたことあるっておっしゃってましたもんね。私も選手になりたいって言ってから、うん、
てた見に来てた時に、はい、友達誘ってきて、うんうん、その友達もハマってしまって、今も最近も見に来たって言ってたんで。友達がハマったんですか、はい、でも今度選手も友達ハマったらしい。あ、そうです、ね、一緒です、全くすごいかけはるんで、ね、もう今はうわー、でその友達もお二人がこうレーサーになったっていうことすごく喜んでくれたんでしょう。そうですね、そこは喜んでくれた、ね、友達もより一層こうボートレース楽しめてると思いますよ。そうですかね、今度はもう一着プレゼントしてあげてください、その友達。そうですね、後輩と後輩頼むね、はい、期待ファンの人もね期待してると思うので、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。この後はですね、お二人には後半戦にも登場していただきますので、ぜひともまたお越しいただければと思います。河野選手、赤井選手でした。ありがとうございました。どうぞ。はい、またまた再登場していただきました。よろしくお願いします。衣装チェンジで、さっき寒かったんで上で言ってましたもんね、はい、はい、ちょっとジャケット直用で、いやなんかちょっとお客さん飽きないようにちょっと考えてくれたかなと思ったんですけど、衣装。あ、そうです。無理やりすいません。大丈夫です。さあね、2019年まあ入ったんですけれども、お正月何して過ごしたんですか。もうお正月のおばあちゃんち行って、はい、のんびりしたみたいな感じです。あ、そうなんですか、はい、休めたんですね。そうですね、もう何もせずみたいな。おー、ね、そうなかったんで。はい、寝正月、寝正月ですね。赤井選手は。私も1日はおじいちゃん家行って、はい、おせち食べて寝て晩ご飯食べて、はい、っていうわけです。いいですね。最高ですね。何もしてない。でも選手の方といえば、やっぱりお正月、大阪支部ですと全権ありますし、そうですね、で、やっぱりこれからはお正月ないと思わないとダメなんじゃないでしょうか。そうですね、逆にない方がいいです。その正月、レースに行きたいんで、どっちかっていうと。なるほど、もう今はちょっと走りたい。そうですね。おお、選手だって今はどれぐらい経ちました。今ちょうど1年ぐらい過ぎたぐらいです。1年過ぎたぐらいです。あ、赤井選手は、うん、11月デビューして2ヶ月。おお、2ヶ月。うわ、どうですか。ちょっと今実際に選手としてこうデビューして2ヶ月経った今、何かこう思うことあるんですか。いや、もう何やろ、操縦の難しさと、うん、あとはまだまだ覚えないといけないことたくさんあるんで、うん、はい、頑張らんとな。結構あの前半戦から、私初めてお会いさせていただいて、あの前半戦から思ってたんですけど、結構あのまったりとした感じなんですね。水上の上と全然違いますね。いや、もうのんびりしてるんで、ほんまに。のんびり屋さんなんですか。どんくさいし。え、そうなんですか。なんかすっごいおっとりしてる感じでね。思います。ねえ、マイペースだなみたいな。河野選手はなんか笑い方が木下翔太選手そっくり。似てますよね。やっぱそうですよね。思ってました。めちゃめちゃそっくりですよ。いろいろ言われるしてます。あ、やっぱり、はい、なんか似てますよね、雰囲気。雰囲気は、うん、なんかもう似てるなみたいな、友達とかにもたまに言われたりするんで。あ、ねえ。大きとかも。ふふとか言うところとかもそっくりなんですけど。それ似てるっすよ。めっちゃ似てます。顔似てるんですよ、木下翔太選手が。師匠なんですよね。あ、そうです。で、はい、見てくるんですかね。いや、でも昔からこんな笑い方なんですけど。あ、そうなんですか、はい、うわ、木下選手、どんな師匠ですか。めちゃめちゃ優しいです。え、あ、そうなんですか。厳しいところは。厳しいとこ、あ、でもそんなないです。まあ、言ってくれるとか言ってくれるんですけど、はいはい、でも基本的に優しいですね。教え方も優しいし。へー、まあもうそのまんまですね。あ、そうですね、もうまんまです、ね、はい、ヒットでも、もう木下選手といえばもう本当にいつでもこうテンションがなんか変わらないような。そうですね、多分もう一定やと思います、うん、そうですよね、はい、上げ下げなくみたいな。赤井選手は師匠ってどなたなんですか。落合優子さんに使わせてもらってます。へー、はい、どうですか、落合選手は。でもかっこいいし、めっちゃいい人で、うん、めっちゃ大好きです。あー、はい、そうですよね、
かっこいいですよね。かっこいいです。ね、落合選手と似てません？そうですかね。いや、ごめんなさい、無理やりこじつけました。なんかこう今こういう感じでレースしようみたいなこうアドバイスっていうのは今どんな感じで？今、まあ、自分、デビュー期とその次の期が結構自己点が多くてフライングとかも多かったんで、はい、全然走れてなかったから、まあ、とりあえず今期はもう本気までとりあえず6コース1本やなみたいな感じで、うん、は言われています。なるほど。入りたいなという気持ちはどうなんですか？まあ、少しはあるんですけど、やっぱ6コースからレースできないとうち入ってもできないんでっていうのは思ってるんで、全然まあ6コースからで着取れたらいいなっていう感じです。なるほど、はい、赤井選手は師匠からどのような教えを？練習あるのみを教えてるんで、練習して。練習の時はこう何か目標を立ててされてるんですか？その毎回回るたびに今回のマーク回る練習しようとか、うん、そういうのを一応気をつけて練習してます。自分でこうレース中ここを直さなきゃいけないなっていう課題が見つかってます？あ、結構あります。結構ある。やっぱレースした後リプレイとか見て、はい、あ、ここちゃうかったなみたいな、さっき言った、まあ、走る位置とかもそうやし、はい、なんか小回りの感じとかも、あ、もっとこうしたらよかったねみたいな思ってみたいな。ありますね、やっぱ日々勉強されてるんですね。そうですね。うわ、赤井選手は何かこうレース中感じることあります？そうですね、予定に行って眠かへんままでもすぐ握りたがるから握ってどんどん飛んでいって、あ、何してねみたいなことになるんでちょっとそれをもうちょっとどうにかしたいなって。あー、なるほどなるほど。いや、もうやっぱり目標を立ててね、選手になる前ってなんか何年以内にこう A 級だろうとかそういう目標を立てて入ったんですか？いや、自分はそんなには立ててないですかね、けど、うんうん、まあ、1年以内なら B 級に上がりたいなと思ったんですけど、はい、A 級まではあんま考えてなかったです。おー、でも最近はちょっと立ててやってるって感じはありますね。あ、はい、A 級目指して。そうですね。あ、はい、何かあります？私はまだまだなんで、うん、とりあえず B1 も上がれるように。おー、目標にして、はい、うわー、ちょっとぜひね、頑張っていただきたいと思います。さあ、それではちょっと最後になりましたけれども、やはり新年ということでですね、目標を語っていただきたいんですよ。2019年の、はい、今年は何々しますよってここで宣言してもらってもいいですか？わかりました。はい、ではこの選手目標をお願いいたします。まあ、今年の目標はとりあえず事故なく B1 に上がれたらいいなと思います。まあ、応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では今年の目標はロコースから連に絡めるようになりたいなと思います。お、頑張ります。頑張ってください。宣言しましたからね。頑張ります。はい、ぜひとも次のステージではここでは報告しに来てくださいね。わかりました。はい、しにます、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは今日はですね、河野和樹選手そして赤井セリナ選手にお話を伺いました。